はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はミュージシャンにとっての画像生成 AI ってどんな風に使っていけるかな。そんなようなお話をしたいと思います。皆さんもご存知で、そして無料ででも使えるチャット GPT ですが、プラスというのに加入をしていたら、2023年9月末から10月の初めにわたって、かなり強力な アップデートが行われましたそれは g p t 4 v という V はビジョンの略なんですけれどもそういうようなマルチモーダルに対応して画像を認識したり分析したりそういうことができるようになった機能と そしてダリスリ3というバージョンに画像生成 AI がアップデートされてその機能がチャット g p t プラスに組み込まれましたこの2つの内部連携があるがゆえに生成 AI で画像を作ったとしてもその画像をチャット g p t が分かっているので例えばこの画像にマイクスタンドを立ててください とというようよな追加の要望をしたりとかこの写真でいいので女の子の髪の色を赤色に変えてくださいとかいうようなことが自由にできるようになりましたこれまではプロンプトと言いましていろんな命令を事細かくやらないとなかなかいい画像が出てこないということがよくありましたし普通に画像を作っても 指が6本あったりとか片一方の目がなかったりとかそういうようなあれれと思うようなことがいっぱいありましたが完全ではないですけれどもとってもアップグレードされましたそこで今日は冒頭にも申し上げましたように我々ミュージシャンが画像生成 AI をうまく活用すると言ったら自分のホームページとかに画像を載せたりとか ライブのフライヤーを作るような時もしくはチケットそういうところに挿絵を入れたいというようなことが一番想定されると思うんですけれどもそこらのところを深掘りしていきたいと思いますそれでは実践をやっていきましょう今画面にはチャット g p t の初期画面が出ていますここに行くのにはこういうようなイントロ画面がありまして ここの「トライチャット g p t というようなところを押すと画面はこのように切り替わりますただし僕の場合はここに「チャット g p t プラスというふうになっていまして月額3000円弱でしたでししたょうかそれに加入していることが条件です普通に使うのにはもちろんチャット g p t は無料ででも使えるんですけれども 今のところ d a ス i 3という画像生成 AI と自動連携するのはこちらです BingChat などを使ってたらこの d a ス i 3の機能は使えるんです使えるんですけれども画像を作ったその修正ここ重要ですよ修正ということになるとチャット g p t プラスでやるのとは少しやり方が変わって とっても楽に画像を作ることができるそんなお話を進めていきたいと思いますここでチャット GPT4 のところにダリースリというこんなメニューがありますのでそこにチェックを入れておくことが重要ですそうしまして今日は時間がかかっては皆さんに申し訳ありませんので あらかじめ作ったものを先に見せます。最後には実際の実演もしますけれども、ちょっと見てください。ここでステージでキーボードを弾いてる女の子の写真を描いてと書きました。そうしましたら、まあこれが第1回目のプロンプトとでも言うんでしょうか。こんなように簡単に命令をすると、 ここにありますように4枚の画像を作ってくれましたみんなちょっと顔が横向きだったり下向きだったりで分かりにくいですよねちょっと大きくしてみてみましょうこんな感じですので表情があまり分かりませんただしここで一つポイントを言っておきますがこの絵を作るためのプロンプトはこんな感じだったということが英語で右側に出ています これも一つ参考にもなったり勉強になったりまたこのプロンプトを利用してステーブルディフュージョンとかミッドジャーニーと言われる1年ぐらい前からとってもイラストレーターの方とかに好評だった画像生成 AI に貼り付けるとよく似た画像が出てくるようになりますワンポイントとして覚えておいてください このように4つの絵が出てきたんですけれども正面向いていたこの画像から変形をしてもらうことにします右の2番目の画像です大きくしてみましょうこれを変形していきたいと思いますここで2の写真の顔を明るくして表情がわかるようにしてほしいというふうにお願いをしましたそうしましたらこんなような画像が出てきたわけです ただし、これは日本人っぽくないですよね。ですから、次はその修正をしてもらいました。良くなりましたが、女の子を日本人風にこの構図のまま描いてという風に書きました。そうすると、ここにあるような絵になってきました。少し日本人っぽくなりましたよね。こんな感じです。今度は、 こんな構図でいいので、あと4パターン、日本人風の顔立ちで作って、中には髪の色をブロンズの人も混ぜて、という風に書きました。そうすると、3枚目の画像が、ちょっと髪の毛が茶色くなりました。そして、申し訳ございませんが、一部の画像生成に問題が発生したので、まあ3つだけ提案しますと。4つと言われたのに3つ。 というふうにしましまたというようなコメントも下に書いていますじゃあ次ですけれども1番目の画像の雰囲気で髪の色を赤くしてください他はそのままでというふうに書きましたまあ髪の毛は赤色になりましたが方向が逆転してしまいましたよね僕は反対側にしたいわけですというのはフライヤーを作ったりする時に この絵をどこに入れるかでですね右向き左向きそういうのはとっても重要なことなのでこれを反転させてほしいなというふうに思うわけですですから次に角度が変わってしまいました左右反対ですそしてその後ろに女の子のベーシストも描いて構図はもう少し引いた感じにしてくださいと引いた感じと言ったのはですね アップになってると、ベースの人をどこに置くかということになりかねないと思ったからです。するとかなり要望通りに良くなりました。ちょっと拡大します。こんな感じですね。ベースの人はなぜかメガネをかけていますが、後ろには空間をうまく埋めるためにドラマーがちゃんと座っていますね。なかなかいい感じに仕上がってきました。さあ、ここからです。 次はとっても興味深い画像を作りますいい感じになりましたのでこれを日本のアニメっぽい画風でイラスト風に仕上げてくださいとしましたらこんな感じにとっても躍動感のあるですねアニメイラストが描けましたどうでしょうかもうこんな風に描けたらですね気のぞくですがイラストレーターさんですねそれが とっても難しい仕事になるということは誰もが想像つきますねよく細かなところでこういうところはちょっとまだもう一歩だなとかいうような否定的な意見もされる方もいてるんですけれどもこの絵を描くのにかかった時間これが重要です10秒から15秒ぐらいそれぐらいの時間でこの絵が描けるわけですからこれは イラストレーターさんが叶う分野ではもうなくなったと思いますそしてせっかくこの絵が僕はとっても気に入りましたのでここにボーカリストそれだけもう一つイラストを作ってほしいなと思いましたがここでですね全くステージの雰囲気とかが変わりすぎたりタッチが変わりすぎたりしたら一つのフライヤーの中に 埋めるのは難しいですよねだから次はこんな風に書きました。おーめちゃくちゃいい感じです。まあこのように自分が良かったらいいというふうに書く方がこれも一つキーポイントになります。なぜならこれが良かったということなので後ろのステージとかそういうものをなるべく変えないようにするためにもチャット GPT を褒めてあげることも 重要なポイントのように僕は個人的に感じていますこの作風で今度はボーカリストだけの画像を作ってくださいバックのステージのイメージはそのままにしてほしいというふうにしたらこれができましたこれとこれですよね本当に楽な時代になりました先に準備したというダリスリーの成果というのはここまでなんですが これだけを見せるとごまかしなんかがあるんじゃないかなこんなのそんな早く書けるのと思われる方もいてると思いますがここからは全く違うものを少し書いてみようと思いますまあ僕は仕事としてレコーディングエンジニアをしていますのでレコーディング風景というのを書いてもらおうと思いますレコーディングスタジオでエンジニアがミキサーコンソールにいる ちょっとこれ間違ってますね。座っているという風にしました。座っている画像を新たに作ってください。エンジニアの服に村長というロゴを入れてください。このように書きました。はい、今生成してくれています。この生成時間を飛ばさないように少し時間を待っていただきますけれどもここは早送りなどをしないで最後まで見てもらうことにします。 しばしお待ちくださいはいできてきましたこれは全くノーカットの時間です4つの 画像が出てきましたねどれが一番いいでしょう日本人っぽくってって感じの画像がいい感じがしますのでどうしましょうじゃあ4つ目の画像からもう少し修正を加えることにします4つ目というのはこの画像ですね村長が女の子ですけれどもまあ女の子でいいでしょうそうしまして今ヘッドホンをつけていますが例えば この状態でヘッドホンだけ取ってもらいます。いい感じです。4番目の画像のヘッドホンだけ取ってください。あとはそのままでという風に書きました。はい、ここからはちょっと早送りをしたりもします。ヘッドホンが取れていませんね。もう一度言いましょう。女の子の頭にヘッドホンが残っています。ヘッドホンは消してという風うにもう一度言います。まだ。 ヘッドホンが取れないですね。ヘッドホンを取るというのが難しいのかなまだヘッドホンが頭にあります。もう一度やり直してこのように書いてみます。あれどうしてもヘッドホンをつけておきたいようですね。まあ、この部分はちょっとここで諦めましょう。こういう いわゆるうまくできなかった部分も見ていただくのも参考になると思いますじゃあこれですねイラスト風としてはとってもいい感じにはなったんですけれどもよくある日本のアニメ風とは違いますさっきの感じのアニメ風にしてみましょうはいこの構図で OK ですこの画像を日本のアニメキャラ風で描いてくださいこのようにします いい感じになりましたね。女の子がアニメ風になってそしてちゃんとロゴも村長という風になっています。この雰囲気で男の子に変えてもらいましょう。いい感じです。この画風で女の子を男の子に変えてという風に書きました。まあ女の子の場合キャラに特徴があるので 日本のアニメ風というのが表現しやすいですけれども、まあ、男性もでもなかなかいい感じになっていますこんなこともできます最後に「村長」という胸のロゴをもう少し変えてみましょうこの雰囲気でいいです男性の髪を金髪にして胸のロゴを他の漢字で「村長ロゴを作って」というふうに書きましたこれでやってみましょうなんか アニメ風がが良くなった感じがしますそして村長のロゴに下になんかこうイメージがついたりしてですね影が表現でできているところもいいるととこころろもすよね頭の影が T シャツに写ってるとかいうようなことであったり天井からちょっと下がったところがなんとなく影があるので立体感がよりうまく表現できていますよね。 このように見ていただいた通り今回2023年の10月のアップデートでダリスリーが使えるようになったチャット GPT プラスはとっても簡単に画像生成ができるようになりました仕事などで使う人はプラスの有料版に加入してもいいレベルになってきたんではないかなこんな風に思いますクオリティは アドビの Firefly であったりとか先ほども言いましたような MidJourney ーーであったり StableDiffusion であったりは横並びでどれも競争力があるんですけれどもプロンプトという考えだけじゃなくて会話のキャッチボールで変更点をできるという面で他の生成 AI をしのぐぐらいになっていると今日の時点では僕は思います。 皆さんもぜひトライしてみましょう。村長スタジオでした。